はい、女性の関係学です。自分のね、10年間の、10年前の離婚から、その後離婚をどうやって乗り切ったかっていうようなものをテーマに話をしています。前回はね、その大きなぽっかり開いた穴を埋めるために代わりの存在を探すのを、失った存在の時をと、なんていうの、パートナー関係になった時のやり方を成功体験と捉えてやっても絶対にうまくいかないっていうことを話しましたと。でそこはもう違うやり方っていうのを、学ばなきゃいけないっていうか、それを考えなきゃなんとかならないんだろうなっていうところを話しましたと。で、その後ね、やっぱりね、ちょっと話、お金の話になるんだけれども、その別れた時、住宅ローンをこっちは払い続けるっていうのが、まあ、契約に、契約でもないんだけど、公正証書っていうのに書かれてましたと。で、あと、学費とかも払うっていうね。なんですけど、これがね、結構、すごい負担だったんですよ。これを、だから、何年間8年間払ってきたんですよ、自分で。何がすごいあれかというと、まあ例えばその一応だから仕事だけはずっと続けていて、まあ例えば月に50万円の収入があるとしますよね。で50万円のうち住宅ローンとか、住宅費っていうのを、まあ、15万円払いますと。15万円払って、でかつ養育費とかも含めたりすると20万円ぐらいそこで出費されます。で20万円ぐらい出費されて残るのが30万円だとしても、自分も家賃払います。またすごい10万円消えます。生活費払います。10万円切りますって言うと、なんか結構残らないんですよね。全く残らないっていう状態が、結構続いていましたと。で、それでも、その、彼女の学費とかも払えないんで、結局ね、これ良くないんですよ。で、その地獄にね、その後、8年間苦しむんですけど、リボ払いとかで、クレジットカードを使って、借金とかするのね、うん。リボ払いってものすごい利息つくんですよ。これ、もう絶対やっちゃいけないんですよ。自分もやっとそれ逃れたので、8年間そこでね、苦しみました。そのリボ払いとかで埋めてあげたりとか、なんだかんだで出費とかがいろいろあって、彼女とかからお金くれとか、あと、まあ自分もね、浪費するんですよ。その、家具を全部集めるっていうのもあったし、その新しい彼女を捕まえるためにデート費とかもやっぱりおごりだし、おごってたしな、日本とかだとな。で、結構そういう出費が続いてたし、海外に来ても、やっぱり自分の住宅費っていうのもあるし、その、仕送りしてる部分って、控除費、控除できないんですよね。なんでかっていうと、もう子供たちは18歳を超えて、成人してるから、養育の義務はないし、その別れた奥さんを養育するっていうためには、それ本当に無職で本当に仕事もないっていうことを証明できなきゃいけなくて、でもその無職だったら日本で失業手当をもらえっていう話になるから、もう完全に法律的には何の根拠もない仕送りなわけですよ。本当善意だから、税金から控除されなきゃいけない。それってもう所得になって、自分の国とかだったら、今住んでるところだったら、まあ 20% ぐらい自営業なんでね、税金払わなきゃいけないから、もう手元にお金ないんですよね。で、いや、本当にね、そういう生活を結構長かったんで、お金が来たら、その住宅ローンとか、日本の別れた家族にお金を送るっていうような関係、ことをずっとやってました。うん。で、これが本当にきつかったんですよね。本当にきつくて、やっぱりね、一度、やっぱこれはもう続けてちゃまずいってか、もう家はやっぱり売らなきゃダメだろうっていうような話を別れた奥さんにお願いしました。これがね、理由っていうのが、
実はその海外に暮らしてても、日本の企業からあるベンチャー会社、前話した会社とは違うところから月々、まあそうだな、少なくて35万から55万ぐらいのお金をもらってたのね、給料で。そこのリモートで仕事をしてて、でそこがやっぱり日本にこれだけ戻ってこない人だった。戻ってきて、なんか管理職をやってくれるっていうのを社長は私に期待してたみたいなんですけど、いや、帰るつもりないです。残ります。残りたいのでっていうのをね、一回決断しなきゃいけないのが2年ぐらい前にあったんですよね。で、まあ、それを辞めるまでね、そこのちゃんとお給料とかを払ってくれて、いい会社だったなぁとは思ってたんですけど、やっぱりその会社でずっと仕事をするっていうのは自分はちょっと抵抗感あったんで、拒否をしましたと。で、その時にね、やっぱり、もしクビになって、なんとかその後、なんとか食いつないでるからよかったんだけど、もしクビになったら、やっぱり、月々20万円の負担っていうのをもう出すことは不可能になるので、それを不可能になるぞ、というのを、別れた奥さんに相談したのね。でね、ちょっとこの話をする前に、5年、別れてから5年経ったぐらいまでね、実はね、このお金で結びついてるっていうのがね、罠なんですよ。やっぱ別れてるんだけど、経済的に支援してるっていうのは、結局ね、どっかで繋がってんじゃないかみたいな錯覚を持つんですよね。これが別になんかそりゃそうだろうって言われればそうなんですけど、意外とこの40過ぎて50、アラフィフのあれでも気づかないんですけど、なんかこのお金で払ってるから、実はいつか自分はあの家に戻れるんじゃないかとか、自分の一応法的には資産なわけだし、いつか迎えてくれるんじゃないかとかね。まあ実際だから追い出された 追い出されたって言ったらあれだけど、追い出されたわけだし、結構別れた時とかもう、なんだろうね。5駅以内には来るなとか言われてたからね。子供にも見せたくないし、あなたみたいな痴漢と同じような、なんていうの？恥ずかしい元旦那。人生の恥だとか、なんかものすごい情けないとか、ものすごい言われ方してたね。5駅以内に近づくことさえも禁止されてたし、荷物を取り、なんかね、大きな荷物とかあったから、取りに行ったりとかっていう時も、何も出迎えも、なんていうの、家の前にバーンって、ガレージとかに物が置いてあって、極力会わないみたいな姿勢取られたし、子供とも会うことは禁止されてて、まあそれは後々述べるけどね、子供と会うことも、面会とかもね、会うなと。で、子供とかもやっぱり母親方だから、母親をいじめたやつっていうのはもうなんか悪魔のような感じでね、ずっと、まあね、ちょっと厳しい話になるから、また後で話そうと思うけど、まとめて。近寄れなかったんだけど、それでもね、お金をね、毎月その家に対して払ってる、この頑張りがいつか認められて、いつか帰れるんじゃないかと。実は彼女は今でも自分のことが好きなんじゃないかとか思ってんのね。でね、それも海外暮らしで結構ね、厳しい、経済的にも厳しいし、ビザとかもね、の取得とかでも結構厳しいなっていうような時に、ちょっと眉毛、大丈夫かな。一回ね、すごいね、便箋10枚ぐらいにね、びっしりとね、今でも好きです、あなたのことが忘れられないっていうようなのを、で、こっちで、ヨーロッパで一人で暮らしてるのもやっぱ寂しい。で、希望もない。もう一回付き合ってくれないか、謝る。全部悪かった。一生、残りの人生、あなたのことを愛するのでっていうような手紙を送ったんですよね。で、で、あなたがもう一回受け入れてくれたら、私は日本に戻って
あなたのパートナーとして人生をもう一回、やり直すっていうようなのを送って、答えがね、その時の答えがなんかね、そんな自分の人生を他人に、私に決めてもらえるような、私に決めてもらえるのかと。私にそんなことしか言えないやつは、やっぱ嫌だみたいな、嫌いなみたいな。なるほど。確かにそれはそうだ。自分でね、海外暮らすことに、を選んで、その生き方を選んだんだけども、その生き方を、最終決定を別れた奥さんに委ねた。そんな男は嫌いだって言われて、もうないんだな。そのか、もうその関係ってなくなったんだなっていうのを、5年経って痛感しました。でもどっかで繋がってるっていうのがあってね、パスポートとかのね、緊急連絡先でもう他人なのにね、別れてても元妻っていう形で緊急連絡先はここだっていうふうに。で、あと実際にね、お金とかね、お金だよね、住宅ローンもそうだけど、固定資産税だとか、年金だとか、やっぱりそのあたりの結局そこまで、これは良くないことなんだけど、別れた奥さんが全てお金を管理してたから、そこら辺の住所っていうのがやっぱ連絡先が全部そこの家になってるのね。で、そういうところで消えてないっていうんで繋がってるんだろうっていうような錯覚があったけど、やっぱ彼女にそう言われたことっていうので、ちょっと考えたと。で、さっきの話に戻、会社との関係に戻ると、その月々、例えば50万円の、給料はもう払えませんっていうことで、だから住宅ローンも払えないだろうと、自分もね。だから、家を売ろうと。今だったらそんなにマイナスにもならないだろうし、経ってから多分15年ぐらいだったかな。そこそこ都市的にも人気のある場所だから、東京のね、割とプラスで売れるという算段で、実際プラスで売れたんですけど、売ろうと。で、もう、一応その自分が住んでない家なんだから、銀行にも本当は、すぐ、法的にはすぐ、別れたらすぐに出て行ったら、自分が銀行と契約して、共同出資ではなくて、自分が単独で、買ってクレジット契約をしてお金を貸してくれてるんで、自分が出たところでもう全部それ返済しなきゃいけないんですよね、本当はね。なのに、結構日本でもそういったケースは多いんで、別れて、奥さんと子供はそこに留まるけど、男だけが一人で出て行って、その男性がクレジットを払い続けるって。で、もしそれが、だから急に払えって言ってもね、3000万とか、2000万とかの貯金があって、ぼって払えるような人ってなかなかいないわけで、結局、払えないっていうんで、なんか資産、まあ、なんていうの？結局、銀行としても損をして、みんなが損をするみたいな話になるから、なかなか、じゃあ、すぐに払ってくださいっていうのは銀行は言わなくて、見逃してるんですよね。見逃して、毎月、返済、クレジットの返済が来てたら、OK とするか、みたいな感じなんですけど、でもけじめつけようと。けじめつけて、ここで終わりにして、住宅ローンも払わないっていうふうにしますと。で、お互い、やっぱりそこ、線を引こうと。経済的にも。もう別れたんだし、もう8年経つんだし、別れてから。っていうのを2年前に話したんですね。で、その話をした時にね、これはね、いや、実はまだ好きだからやり直そうって彼女の方が言ってきたんですよ。で、ここはね、
め時でしたね。なんか悩みましたね。いろいろ本読んだり、友達に相談したり、ものすごい悩みました。悩んで、で、まあその時ね、ちょっと、まあ別れたんだけど、こっちで彼女もいたりして、まあでもその人ともすぐ別れたんだけども、まあその彼女を優先したっていうわけでもないな。とりあえず、なんていうのかな。その2年前にやり直したいってこっちが言った時に情けないって言ってあれだったんだけど、今回って住宅ローンを払えなくなるってこっちが言って、だったら、やり直して、あ、そうそうそう。言いたいのはやり直して日本に戻ってきたら、日本に戻ってきたらその会社は、要するに、管理職として採用を続けるっていうような条件だったんで、あ、ちょっと言い忘れてたんですけど、だからお給料はそのままなわけですよ。で、住宅ローンも払えるわけですよ。だからその会社としても結構なんか苦肉の策だったんだろうね。なんか最後通帳なんですよ。海外でずっとそうやってリモートで、まあ7年間ぐらい給料を払ってきたけども、もう終わりだぞ。終わりで、日本に戻ってきて、ちょっとちゃんと毎日出社して。それがさすがにね、もうね、フリーランスで自宅作業でできるようになるとね、もうそれやりたくないんですよね、はっきり言ってね。で、そんな管理、一日中監視されてね、監視されてっていうかね、一日中、なんだろう、だからね、これがパラドックスで、結局、そういう、日本の企業的な働き方、朝の9時から夜の0時まで仕事してみたいな、なんかそういう生活の中で自分もいろんなものが別に社会のせいにするつもりは全くないんですけど、自分の責任なんですけど、やっぱその中で全てが壊れたっていうような印象があるんですよ、家族とも会えなくて。うん。やっぱそこは、ヨーロッパとかは全然違ってて、やっぱり朝は早いけど、9時とか8時とか9時から働いて、5時には終わるとかね、4時には終わるとか、夜の。プライベートの時間は取らないとちゃんとダメだってみたいなのが、基準、労働法とかでもちゃんと決まってて、あと会社とかでもそんなむちゃくちゃ残業させてたりしたら本当に罰せられるとか、そういうワーク、なんていうの、ワークライフバランス、仕事と、私生活のバランスっていうのが結構保障されてるんですけど、日本ってやっぱり難しかった。まあ今はどうかわかんないけど、10年前とかかなり厳しくて、本当に1ヶ月間300時間とか働いたりとか、普通にしてたし、有給も取らずにね。うん。で、まあ、やっぱその犠牲者だって、まあ本当自分のせいだけども、一応ちょっと客観的に社会のせいにさせていただくと、のもあったんで、そこに戻りたくなかったんですよね。なのに、住宅ローンのために、とか住み続けるために、もう一回よりを戻そうと言ってるようにしか、取れなかったね。うん。なんだね、これはな、結局、その時付き合う可能性、選ぶ女性、選べる体制で女性、なんで、女性2人を選べるような、あれで2つともその後切ってるんで、自分の大きな人生の転換点だったんですけど、うん、転換点でした。で、私は、一人になったんですね。うん。続く。